マンション ISP とは、マンションなど、集合住宅の全戸に一括してインターネットを提供するサービス、または提供会社のこと。ISP は、インターネットサービスプロバイダーの略。提供会社においては、マンション全戸加入プラン、マンション全戸一括インターネットなどのサービス名称が用いられ、不動産会社の募集においては、インターネット無料。 インターネット完備などと表現される。マンション ISP とは、マンションやアパート、ゲストハウスなどの集合住宅において、各部屋にあらかじめインターネットに接続するための設備が備え付けられているサービスである。そのため、入居者は、インターネットの契約手続きを経ずに、無料でインターネットを利用することができる。マンション ISP の導入においては、 主に物件オーナーや不動産管理会社がマンション ISP 提供会社と契約を結ぶ。提供会社によってサービス名称が異なり、NTT 東西はマンション全戸加入プラン、マンション ISP シェア1位のつなぐ、ネットコミュニケーションズはマンション全戸一括インターネットなどと呼称される。インターネット無料、インターネット完備などの表記で不動産会社が 入居者を募集しているケースがある。通常これらはマンション ISP に該当し、入居者は LAN ケーブルを刺せばすぐにインターネットが利用でき、また Wi-Fi がすでに飛んでいる場合もある。しかし、インターネット対応や光ファイバー対応などの表記の場合は、集合住宅の共有部まで光やインターネット設備があるというだけで無料ではない場合がほとんどで、 入居者が自分でインターネットを申し込んで開通することになる。総務省の2008年通信利用動向調査によると、インターネットの人口普及率は75.3%、世帯におけるブロードバンド回線の割合は73.4%となった。また、全国賃貸住宅新聞による2009年の賃貸住宅における入居者が 絶対条件と考える設備ランキングによると、ブロードバンド設備が単身者向け物件においては1位、ファミリー向け物件においても3位となっており、こうしたインターネットの普及と入居者のニーズの高まりを背景にインターネットを備えた物件は増加している。MM 総研による2020年3月末の前後一括型、マンション ISP シェア調査によると、 サービス提供個数は315万件を超えた。うちシェアの半数近くを上位3社が占めている。22.7%からつなぐネットコミュニケーションズ 14.3%? ファミリーネットジャパン 11.2%DU ネットなお、同調査で全国的なマンション ISP 増加率は前年、同月比でわずかに鈍化しており、これは新築物件への過剰供給及び 既存物件への導入が停滞ししたためとしている一般的なランケーブル RJ-45 マンション ISP ではあらかじめ部屋にランポートなどのインターネット設備が備えられている場合が多くランポートと PC を接続するだけでインターネットが利用できる新築マンションなどでは埋め込み型の Wi-Fi ルーターがあらかじめ備えられている場合もある利用方法は主にラン公式と VDSL 方式の二通りの利用方法があり、部屋にランポートがない場合は電話線とモデムを利用した VDSL 方式となる。無線ランルーターのランポート。ワンと壁のランポートとつなぎ、ランと PC テレビ等をつなぐ VDSL の機器。左がモデム、右がルーターベイヤーの電話線の差し込み口と、モデムを電話線で接続する。モデムのランポートと PC ルーター等を、 ランケーブルで接続する。入居者から見たメリット。入居者から見たデメリットと注意点。家主や管理会社などの物件オーナー側から見たメリット。家主や管理会社などの物件オーナー側から見たデメリット。上述した通り、マンション ISP においては入居と同時にインターネットが利用できる点がメリットであるが、提供会社や物件仕様によっては、 無線 LAN ルーターや光電話ルーターなどの機器が必要となる場合もある。ルーターなど機器の提供状況はマンション ISP 会社によって異なる。有料、無料にかかわらず、レンタル機器の提供がなければ利用者は自身でルーター等を購入する。また VDSL に必須なモデムは部屋にあらかじめ設置している等、基本的に料金はかからない。ありがとうございます。